金属イオンによる凝集力を利用し高分子を凝集体とした合成樹脂。イオンポリマーの意味。アクリル酸、またはメタクリル酸をエチレンなどと組み合わせている。厳密には熱溶有しないが、加熱すると分子間架強が緩んで流動性を示す。ため、熱化素性樹脂と同じ手法で成形加工が可能。最も一般的な一連系アイオノマーの他にも、ウレタン系。 スチレン系やフッ素蛍光分子を使用したアイオナマージュ紙も製造されている。アクリル蛍光分子とエチレンなどをナトリウムやアエンなどの金属価値音を加え分子間結合させて製造される。一部着色される以外は特別な改出を行わず使用されている。1945年にアメリカのリューポンが開発。透明性や強靭さから 食品包装の分野で早くから利用された。ピンホールが開きにくい性質を利用し、スライスハムなどの深絞り包装を実現した。また、反発力が着目されゴルフボール素材への導入も進み、これらの分野では一世を風靡した。包装材料、特にスキンパック用や金属との複合材料用、またはヒートシール素材、弾力性を活かした。 ゴルフボール素材やスポーツ用品、靴部品など、ありがとうございます。